あの一言で表すと、まあ、キュー、お気に入りは肘おっぱいっていう差し入れであった <laughs> あったみたいなスイーツで <laughs> グラビアを撮らせてもらいました。それより内田さんより最初にご挨拶いただきたいと思います。はい、内田里央です。本日はありがとうございます。よろしくお願いします。 そしたらえっと最初にご挨拶としてこの写真集に込めた気持ちと仕上がりを見ての感想を教えていただいてもよろしいですか。はいえっと久しぶりの写真集なんですけれど今回あの五冊目の写真集が出せてもうすごくあの嬉しいです光栄な気持ちですえっと今回はあの一応まあ二十代ラストということであの背伸びとかはせずにもうプリプリっと 可愛い,いものを最後にやりたいということで R さんと一緒に作らせていただきましたでもう自分史上一番こう漏れましたしすごくあの男女関係なく性別関係なく楽しめる写真集ができたと思います20代ラストグラビアを詰め込んだ写真集ですがこの写真集を一言で表,表すと何だと思いますか今回はあのテーマが最強のガールフレンドということで あの一言で表すとキュンっていうまあこのキュン <laughs> キュンとするっていうキュンなんですけどキュンとするちょっとなんて言うんだろうドキッとするカットがとても多めなので一言で表すとキュンハートです。ちなみにそのキュンは タイトル候補も。そう、そうなんですよ。これは本当最後までタイトル候補で悩んでいて。今、結局ピーチガールに決定はしたんですけれど、最終候補でキュンするっていう。候補もありました。今回のこの写真集の中での、お気に入りカットを教えていただいてもよろしいですか。お気に入りは、えっと、まあ、先行カットでも出ていたんですけれども。肘おっぱいっていう、なんか肘がこう錯覚で。 おっぱいに見えるみたいなカットとあと実は私あの袋閉じに憧れていて開けたことが今までの人生でなくってなので今回私の強い要望で <laughs> あの袋閉じ,閉じを今回の写真集の中に入れさせていただきました。実はいろんな グラビアをやってきてきなのでもう結構やることが正直なくってもうやってきちゃったってなったので今回はなんかその何て言うんだろう,こうどんだけこう脱げるかとかそういうよりはいろんなアイディアでなんか結構自分のアイディアがこうふんだんに詰め込まれていて例えば。 なんだろう、肘おっぱいとかもそうですしそのテーマであるガールフレンドっていうのもそうですしなんかこうあくまですごいエロいとかそういう何て言うんだろうちょっと下品にならないように男女ともに楽しめるようにその何ですか性別関係なくちょっとドキッとする存在見てる側が「そんな脱がないでいいよちょっと来てよ」って言ってくれる幼馴染みっていうのを目指してはい。あの ららせてもらいましたあそのちなみにその下着姿あのベージュの水着でお風呂に入るっていうのもあの一応私が出させていただいた案でこうグラビアやってると濡れベージュっていうのがあってさすがに脱ぐわけ裸でお風呂に入るわけにはいかないからこのなんかベ裸に近いベージュの水着でお風呂に入るっていうのが結構、まあ、あるあるというか恒例だったのでこれも。 自分の発案で入れさせてもらいました。女性が30代って結構節目ってよく言われてるんですけど実際のところあんまり自分の中では変わらず結構あなんか自分は子供っぽいのかなって思うことが多いんですけれど、まあ、なんかこう今回の写真集もしっかりこう20代というかでやりたいこと なんかそのこれ今回そのラストプリプリグラビアって言って最後にプリプリしたいっていう私の思いが入ってるんですけどもうプリプリもしまくったので少しずつこう大人っぽく <laughs> なれたらいいかなとは思うんですけれどもでもなんか洗練されるのは嫌だなずっとカオスでいたいなみたいな自分の <laughs> なんか反骨精神というかみたいなものもあります。 えっと、もうとにかく袋とじに憧れていたのでどうしても作りたいとはなったんですけどやっぱりなんかこの袋とじの中身中身はかなりこうみんなで考えてあまりやりすぎるとこう年齢制限も食っちゃうしとかいうことでなんかなんだろう,こうあんまりこうみんなが引かないそれこそ女の子も可愛いなって思ってもらえる袋とじを目指して今回はちょっと一つなんかスイーツで。 <laughs> スイーツでなん,かなんか隠すというあのどこまで言っていいのかわからないんですけれど <laughs> <laughs> 私の好きなあの普通になんか差し入れであっ,た <laughs> あったみたいなスイーツで <laughs> を使ってあのグラビアを取らせてもらいましたのその後おいしくいただきました、はい、ではまもなく会見終了となりますが。 じゃ、ちょっとももかぶったままで恐縮ですが、最後内田さんからお言葉いただきたいと思います。<laughs> はい、え、本日は本当にお忙しい中、ありがとうございました。えっと、自分史上最強に。 漏れた最強のガールフレンドで結構まあ脱いじゃいましたてへみたいな感じの,のプリプリっとした <laughs> あのグラビアになりましたえっとこれでもう私のグラビア欲はもう一時なくなっていますのであれもしかしたら最後かなっていう気持ちでもあります、えー、ぜひ手に取っていただけると嬉しいです本日は本当にありがとうございましたありがとうございました